どうしたんだ水木、クレーンゲームなんか眺めてさ。懐かしいなって思って。懐かしい？団長にあかり、葵たちがいた頃、たまにゲームセンターで遊んだりしてたんだ。これも治安維持のための見回りだとか言っちゃってさ。そっか。そういえばね、あかりと葵が欲しがってたぬいぐるみがあるんだ。だけどここにはないみたい。見つけたところで意味はないんだけどね。だったら探しに行こうぜ。え？今からだって遅くはないだろ。ありがとう、朝日。それじゃ決まりだな。ジャンク通りのクレーン探求所に行こう。ここならあるんじゃないか。ここも懐かしいな。なんだ、来たことあったのか。うん、巡回しているときにね。くんまんまん、こしゃくな奴め。このストイックライン、あかりちゃんに歯向かうとは。お姉ちゃん、全然ストイックじゃないよ。もう今月のお小遣い残り少ないよ。明かりがここから離れたがらなくて、次の巡回場所に向かうのに苦労したよ。その光景が思い浮かぶよ。団長も団長でさ、ムキになっちゃったりしてたっけ。明かりくんよ、ここは我らが団長に任せて先へ行け。このようなやつなど私一人で十分だろ。いざ尋常に勝負。だ、団長。団長も明かりたちには甘いんだな。うん、それでこそ団長だったよ。だけどここにもないみたい。だい、どこにあるんだろう。それじゃあ中古ショップで探すか。クレーンゲームの景品も売ってたりするしさ。せっかくだけど、やっぱりね、自分で取りたいかな。そっか、なら次探そうぜ。ありがとう。中央通りのガセンなら見つかるかもしれないな。ここならどうだ。あ、あった。本当か。うん、あのぬいぐるみだよ。一つだけある、ドドメ色の入道カジカ。明かりの趣味がわからねえ。それじゃあちょっとやってみるね。ああ、待ってるよ。やった、取れたよ。で、いくら使ったんだ。500円玉を10枚くらい。ま、よかったじゃん。クレーンゲームに夢中になるのは僕も一緒だったみたいだね。あれ？なくなってる。どうしたんだ、あの人。あの、すみません、店員さん。はい、いかがされました？さっきまでそこにあったドドメ色の入道カジカってまだありますか？申し訳ございません、出ていたもので最後となっております。そんな、妹が欲しがってたのに。もしかして
あの女の人が探してるのは。僕、行ってくるね。あ、瑞希。そうですか。妹さんはまだ小学生なんですね。ちょうど今日、誕生日なんです。それで、8歳になるんですけど。あの、すみません。え？もしよかったら、これをどうぞ。これって、入道カジカのぬいぐるみ？妹さん、欲しがっていたんですよね。だから、これを渡してあげてください。だけど、いいんですか？はい。妹さんが喜んでくれるのなら、誕生日おめでとうって伝えてください。本当にありがとうございます。よかったのか。うん、これでいいんだ。だってきっとあかりたちもこうしていたと思うから。なんだ？おい、そこをどけ！もう、乱暴だな。誰か、ひったくりよ！ひったくり？朝日、行ってみよう。大丈夫か？私の財布が。もしかして、さっきの男の人が。間違いないな。朝日、追いかけよう。ああ、俺たちで捕まえよう。パソコンショップです。パーツをお求めですか？セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。朝日、あの人に聞いてみようよ。あの、すみません。はい、どうしました？人を探しているんですけど。ああ、それだったらさっき見たよ。すごい剣幕で走っていったよ。どっちの方に向かいました？向こうだから、きっと UBX の方かな。UBX ですね。わかりました。ご協力いただきありがとうございます。朝日、 UBX の方みたいだよ。行ってみよう。あ、もう。どうしたの？うん、なんでもない。セーブポイントです。こまめに。一体どこにいるんだ。僕、ちょっと聞いてくるね。あ、瑞希。あの、突然すみません。少しだけお時間よろしいでしょうか？はい、どうしました？実はさっきひったくりがありまして。瑞希のやつ。なるほど、そうですか。ええ、多分そうだと思うわ。それだけ分かれば十分です。お聞かせいただきありがとうございました。朝日、分かったよ。どうも郵便局が怪しいみたい。お、朝日。ああ、ごめん。すぐそこの郵便局だよな。うん、急ごう。朝日、あの人。さっきのあいつだ。よし、取り押さえよう。あ、待って。どうして？僕たちに気づかれたら逃げられちゃうかもしれないからね。それに、あのまままっすぐ歩けばいずれは。挟み撃ちってわけだな。ちょっと違うけど、それでもいいよ。え？
ほら、動き出したよ。僕は左から行く。朝日は右側にいて。おう。あの、ひったくり犯ですよね。もう一度尋ねます。あなた、ひったくり犯ですよね。違えよ。違くないですよ。だって、さっきひったくりしましたよね。だから、何もしてねって。ひったくりをしてないなら、逃げたりなんてしませんよね。何を騒いでいる。ここは交番の前だぞ。それに、ひったくりだなんて。あ、警察の方ですね。この人、ひったくりをしたんです。あ、なるほど。きっと、交番に届いていると思います。ありがとうございます。はあ、これで一件落着だね。だけどびっくりしたよ。わざと交番の前で騒いで警察に気づかせようとするなんてさ。だって目の前に交番があるんだよ。協力してもらうのが最善だと思ってさ。やっぱり頭いいんだな。え、そうかな。それだけじゃない。聞き込みだって慣れた感じだったろ。それはそうかも。よく団長たちと聞き込みしてたからね。ま、それも全部朝日に負けないためだったけどさ。さっきの俺、全く活躍できなかった。ポカーンって見てるだけだったし。どうも、俺の負けです。もう何それ。水木もいろいろと経験したんだな。うん、そうだね。自警団に入ってからたくさんの困っている人たちを助けてきた。それが団長の方針だったんだ。だからきっと咲ちゃんのことも。団長ってただのお笑い担当じゃなかったんだな。まあ少し天然だったけどね。だけどさ、そんなに助けてたのか。そんなにって。いや、だってほら、世界が繰り返しているのなら事件も繰り返すだろ。うん、毎日何度も繰り返し助けてきたよ。それがどうかしたの。おう、なんでもない。それじゃ今回の件は明美さんに報告しよう。そうすればもう安心だ。うん、そうだね。それじゃ僕たちは行こうか。いい仲間たちと出会えたんだな。くそ、一体どこへ。どうしたんだあの人。なんだか見覚えあるような。声かけてみるか。あ、うん。どこへ行ったというのだ。あの、どうかしました。あれ、君はもしかしてうちの大学で噂のイケメン君か。はいとは言いづらいですが、きっと同じ大学だと思います。相原君だったか。うちのサークルの子も話をしていたよ。ああ、だったら間違いない。こいつは相原瑞希で、俺はこいつの友達です。おお、やっぱりそうか。いや、こんなところで会うなんてな。さっき深刻な顔をしてましたけど、何かあったんですか。ああ、そのことか。実は今、俺はとある人物を追っているんだ。奴を止めなければきっとまた犠牲者が出てしまう。犠牲者？何か事件でもあったんですか。事件といえば事件だな。同じ大学である君も知っておくべきだろう。それじゃあ僕たちの大学で事件が。ああ、口に出すのもおぞましい。そんな悪党が俺たちの大学に在学しているんだよ。奴のせいで多くのサークルが犠牲になったんだ。そして俺のサークルも解散に。一体どんな人なんです。サークルを解散に追い込むなんて。そんなこと恐ろしくて口には出せないよ。本当に恐怖だ。部長さん、完全に弱ってるじゃん。だったら僕が力になります。同じ大学なら僕も当事者のようなものですから。
おお、本当か？はい、もちろんです。その人のこと少しでも教えてもらえませんか？ああ、そのくらいなら口にできるだろう。そうだな、悪党は今アニソン研究会にいる。おそらく内部崩壊に向けて着々と準備を進めているところだろう。きっと秋葉原でカラオケをしていると思う。だが店が多くて困っていたところだったんだ。アニソン研究会にカラオケですね。わかりました。手分けして探しましょう。ねえ朝日、どこか心当たりはないかな？それだったら中央通りのバサラだな。アニメコラボにも力を入れてる店なんだ。とりあえず行ってみようぜ。ことなんだよ。あの、すみません。ああって、相原瑞希くんじゃないか。瑞希、知り合いか？うん、同じ大学だと思う。まさか相原くんみたいなイケメンに声をかけられるなんて。今日はいい日なんだか、それとも悪い日なんだか。悪い日っていうのは？ついさっき僕のサークルが解散したんだ。もしかしてアニソン研究会ですか？その通りだよ。それじゃあやっぱり噂の悪党が。悪党ってあの子のことだよね。天使だと思っていたのに。なあ瑞希、この人泣き出しちゃったけど。うん、きっと辛かったんだよ。あの、知っていたらで大丈夫なんですけど、その噂の人物は今どこへ？きっとアニメ同好会だろう。今日も秋葉原で活動しているみたいだからね。アニメ同好会か。だとしたら行き先はいろいろとあるよね。よし、片っ端から見て回ろうぜ。妄想球地入っとくっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。あの、すみません。あれ、君はうちの大学の相原だよね。なんだ、また同じ大学の人か。ってことはもしかしてアニメ同好会の人ですか？え、僕のことを知ってるの？相原に知られてるなんて、なんか光栄だな。いえいえ、僕もちょうどあなたたちを探してたんです。アニメ同好会は大丈夫ですか？なんでもサークル潰しがいるって聞いたんですけど。ああ、そのことか。ちょうどよかった、話を聞いてくれよ。ああ、この流れって。だからうちのサークルはもう。そうですか、大変だったんですね。相原に慰めてもらえるなんて、それだけで俺は自慢できる。って自慢してる場合じゃないでしょ、サークル解散しちゃってるのに。まあまあ朝日。だって相原は2年でも成績はトップクラスなんだよ。密かに思いを寄せてる女性も多いし、これはね、光栄なことなんだよ。だってよ水木。大げさだな。きっと彼女も僕たちなんか遊びだったんだ。最初から相原みたいな男が良かったに決まってる。また泣き出したぞ。ま、話の展開が見えてきたけどさ。え、朝日は分かったの？瑞希、お前はもうちょっと周りを見た方がいいぞ。で、その悪女はどこにいるんすか？うう、パソコンサークルに戻るって最後にそう言い残して消えたよ。ってことはジャンク通りかな。瑞希、
行ってみようぜ。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。お、やってるやってる。どういうこと？ねえ姫、次はあのお店なんかどうでしょう。ちょっと気分じゃないかな。それだったらこっちはどうだ。姫が気に入ると思うぜ。それいいかも。姫、どういうこと？今日は僕のお気に入りの店に行くんじゃないの？だってこっちも素敵なんだもん。だけどあのお店も捨てがたいかな。本当ですか？それじゃあさ、あのお店に行きましょうよ。さっきこっちがいいって言ったじゃん。なのに邪魔すんなっての。邪魔してるのは君だよね。今日は僕が選んだお店に行く約束だったのに。彼ら多分同じ大学だと思う。だろうな。そしてあいつらがパソコンサークルだ。どうしてわかったの？ほら続きを見てろ。私のために喧嘩しないでね。ですけど俺のお店気に入ってくれたじゃん。だから僕のお店に行く約束じゃ。もういい。あなたたちとは一緒にいられません。それは俺のセリフだぜ。こんなサークルやめてやるよ。僕もです。姫さんは誰にも渡しませんから。ほらこうやってまたサークルが解散した。きっとあいつが噂の悪党だろう。どうして？あの姫はな、サークルクラッシャーだ。きっと何またもかけてたんだろう。え？何またも？そろそろ止めてやろうぜ。私のことで争ってくれるのは嬉しいよ。だけどみんな仲良くしてね。はいはい、そこまで。あなたはもしかして？愛原瑞希さんですよね。あの、私ずっと気になっていたんです。この展開やばいぞ瑞希。もしよかったら連絡先とか教えてもらえませんか？やっぱり僕たちなんかよりこのイケメンがいいんでしょ？もう嫉妬しないで。ごめん、連絡先は教えてあげられないよ。え、どうして？だって君何またもしてたんだよね。違う、みんなが勝手に勘違いしただけなの。勘違いさせるようなことを君がしてたってことなんじゃないかな。だからね、もっとみんなの気持ちを考えてあげて。誰しもが言葉にできるとは限らないんだよ。僕が言いたいのはそれだけ。だから君もこれからは考えて行動してね。はい。きっとこれで大丈夫だよね。だけどどうしたんだ？瑞希にしては熱くなってたけどさ。彼女たちはサークルの仲間なんだよね。だからその関係を大切にしてほしくてさ。もしかしたら突然仲間に会えなくなることもあるから。そっか。それじゃ行こっか。待ってください。私こんなに厳しいこと言われたの初めてです。それで自分の過ちに気がつきました。心を入れ替えます。だからどうか連絡先だけでも。なあ瑞希、どうやら余計なお世話だったみたいだ。あの、もしよかったら僕の相談に乗っていただけませんか？え？急にどうした？だってイケメンさんだったから。おお、君は見る目があるな。俺でよければ相談に乗ってやろう。いえ違います。あなたじゃなくて、
隣の方です。あ、隣のって。僕のこと。はい、折り入った相談があるんです。どうか話を聞いていただけませんか。俺じゃなかった。そっか、なるほど。好きな子に告白するためにおしゃれしたいんだね。だけど僕そういうの疎くて。ま、適当に頑張れ。もう朝日、相談に乗るって言ったの朝日だからね。雑誌で読んだことあるんです。男は髪型で雰囲気イケメンになれるって。だったらウィッグでも買ってくるか。秋葉原なら売ってるだろ。よし、それじゃあ探しに行こっか。本当ですか。だって相談に乗るって言っちまったしさ。ありがとうございます。それじゃ裏通りのソルジャーズゾーンだな。あそこなら種類も豊富だろう。ここで売ってるんだよね。それじゃあ買ってこようか。なかなかかっこいいの買えたな。うん、これなら大丈夫じゃないかな。だけど水木、どうして彼のお願いを聞いたんだ。相談に乗るって言ったの朝日だよ。それに理不尽なお願いには慣れてるからね。理不尽なお願い。ニートの幼馴染に早売りの週刊誌を届けさせられたりさ。それって冗談だよ。それじゃあ彼のところに戻ろっか。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち。ウィッグを買ってきたよ。ありがとうございます。よかったな。だけど。だけど僕プラモデルは全部のパーツを作ってから最後に組み立てるタイプなんだ。え、他にも欲しいものがあるってことだろ。はい。なるほど、そういう意味か。それじゃあ次は何が欲しいのかな。何が欲しいかわからないんです。朝日みたいだね。欲しいのに欲しいものがわからないって。いや、朝、あの時は必死で。まあ、気持ちは伝わってたよ。だって朝日らしかったもん。それじゃあさ、メガネをかけてみたりするのはどうかな。メガネですか。ちょっとオタクっぽい気がしますけど。ううん、そんなことないよ。最近はね、おしゃれメガネも流行ってるんだから。それじゃエトリだな。電気街口へ向かうとするか。パソコンを強化しろっち。オイラを守り抜くため。どれか欲しっち。二つ名を名乗るっち。それじゃあメガネを選ぼっか。よかったな、いいの見つかって。うん、これなら彼に似合うんじゃないかな。ていうかさ、ちゃっかり自分のも買ってなかったか。うん、買ったけど。やっぱり今でも家だとメガネなのか。コンタクトレンズは疲れるからね。それに本を読みながら寝ちゃうこともあるしさ。そういうところ抜けてるよな。そういう朝日こそ、一時期はメガネかけてなかった。それもフレームなしのインテリ伊達メガネ。だ、
思い出さないでくれ。なんでかけてたんだっけ。ああ、頭がよく見えると思って。そうだったね。それじゃ、メガネを届けに戻ろっか。メガネも買ってきたよ。ありがとうございます。でも次は何が欲しいの。何がいいのかな。告白したいんだよね。だったらスーツでビシッと決めるのはどうかな。わあ、それいいですね。いや、スーツはねえだろ。どうしたの、朝日。ああ、いや、なんでもない。スーツなら中央通りの紳士服の秋尾かな。アパレルショップ。スーツはアレルギーが出る。ほら、ちゃんと選ばないとだよ。手頃でかっこいいのが買えたね。ああ、やっぱり外の空気は美味しいだな。もう何それ。朝日だっていつかはスーツを着るんだよ。そういう話はやめよう。だけどスーツはやりすぎじゃないか。ただの告白なのに。そうかな。前に聞いたことがあるんだけど。団長、グラマラス団員のあかりちゃんから提案です。ます。ほう、言ってみろ。自警団の制服をリニューアルしたい気分です。ます。リニューアル。お姉ちゃんね、最近 OL ドラマにハマってるの。だからスーツが着たいんだって。団長も似合うと思うです。ます。スーツ姿の男の人かっこいいでありすます。だが本当にいいのか。私がスーツを着たらモテすぎてしまうぞ。男のスーツ姿はかっこいいって。はあ、団長の自信は一体どこから湧いてくるんだよ。ま、ジャケットだけでも使えるだろう。ほら、届けに行ってやろうぜ。服が売ってるっち、オイラもおしゃれするっち。はい、スーツだよ。わわわわ、ありがとうございます。だけど告白するときはジャケットだけにした方がいいかも。参考になりました。本当にありがとうございます。あ、そうだ、もしよかったらアドレスを教えてもらえないかな。え、いいですけど。僕でよかったらいつでも相談に乗るからね。明日水木から連絡するつもりか。うん、そうしようと思う。もしかしたら返事は来ないかもしれないけど。どうしてそこまでするんだ。さっき朝日は僕にこう聞いたよね。どうして彼のお願いを聞いたんだって。本当はね、彼のこと少し放っておけなかったんだ。彼は踏み出したいのに踏み出せずにいる。だから背中を押してあげたい。だって彼は言葉にできたんだ。きっと勇気を出して話しかけてくれたんだと思う。そういうことか。僕はずっと言葉にできなかった。だけどね、これからは頑張っていこうと思う。僕なりに。だけどね。どうしたんだ。朝日、
ちょっと待って。向こうから視線を感じるんだ。視線？うん、大丈夫。どこかへ行ったみたい。一体どうしたんだ？最近ね、よく視線を感じるんだ。僕のことをじっと見てるっていうか。妄想管理局の人間か？どうだろう。なんだか嫌な予感がするな。よし、視線の正体を突き止めるか。それは嬉しいけど、どうやって？こういう時は待ち伏せだな。駅前広場のマクセルシオールへ行こう。ここでコーヒーでも飲みながらちょっと様子を伺ってみようぜ。うん、わかった。どう、アサヒ、視線感じるかな？感じるも何も、さっきからめちゃくちゃ感じてるけど。え？お前気づかないのか？さっきからやたらと女の子が見てくる。そうかな。もしかして俺にモテ期が到来か？って女は隣にいるのが水木だってことを忘れてたよ。え？どういう意味？なんでもない。ま、こんな人目につく場所には現れないか。それじゃあ、人気の少ない場所に行こっか。あ、そうしよう。ちょうどいい場所が裏通りにあるな。視線の主も追いやすいだろう。どうだ、水木。うん、視線を感じる。きっといつもの視線だと思う。どのあたりだ？きっとあの電柱のところだと思う。よし、こっそり近づこう。見つけたぞ！って、ネクラ君じゃん。なんだ、お前だったのかよ。何の話かな。ううん、違う、彼じゃない。いつも感じてた視線はもっと低かったから。なんだ、違うのか。驚かせてごめんな、ネクラ君。え、一体何の ことかな。ついさっきまでこの辺で向こうを見ている人はいませんでした。それだったら、いたよ。女の人だったかな。女の人？なんか慌てて中央通りへ向かっていったよ。おお、でかしたぞ、ネクラ君。いつもありがとうな。いつも。朝日、行ってみよう。どこにいるんだろう。俺にいい考えがある。水木、ちょっと耳を貸せ。え？なるほど、そういうことか。それじゃあ作戦開始だ。水木はアニマートへ入ってくれ。いいよ、朝日。見つけた！え、どうして？ここのお店はね、通り抜けられるんだ。だから僕が先に出て待ってたので、俺が遅れて登場ってわけ。そんな。僕に何か用かな。それは。お、なあ水木、この子どこかで見た気がしないか？確かに、言われてみると。
あ、わかった。あいつだよ、あいつ。もう、みんな、私のために喧嘩しないでね。サークルクラッシャーの姫。え？そっか、あの時水木に惚れてたもんな。それがストーカーになっちゃうなんて。待ってよ朝日、あの人は僕のことを覚えてないんじゃないかな。あ、そういえば、じゃあこいつは誰なんだ。もしかして私の姉とお知り合いだったんでしょうか。いや、知り合いっていうか、ってことはあの子の妹さん。だけどどうして水木を。それはですね、あの愛原瑞希さん。どうしたの。あなたのことが好きです。私とその付き合ってください。え、告白って。結局ストーカーだったのかよ。でどうするんだ瑞希。どうかお願いします。ごめんね、君の思いには答えてあげられないかな。どうしてですか。やっぱり彼女がいるのでしょうか。うん、そうじゃないよ、彼女はいない。それじゃやっぱり私に魅力がないかな。うん、そんなことないよ。だけど今は朝日と一緒にいるのが楽しいんだ。だからごめんね。まさかそんな、そうだったんですか。え、だから二人でカフェに行ったり人気のない場所に行ったり、つまりそういうことだったんですね。さようなら、私の初恋。どうしたんだろう。ああ、絶対に勘違いされた。中古商品大安売り、懐かしのゲームが見つかるかもしれませんよ。おお、何か掘り出し物はあるかな。朝日って昔からゲーム好きだよね。そういう水木だって昔は一緒によくゲームしてたじゃんか。葉月さんと3人で遊んでたゲーム、あれ面白かったよな。もう朝日、あれじゃあちっともわからないって。それじゃあ俺の幼馴染失格だな。はいはい。で何を探してるのかな。忍者ごっこのゲーム、それとも侍ごっこの、もしかしてスリになるゲームかな。なんだ、覚えてるじゃん。だってあんなゲーム学校でやってるのは朝日くらいだったよ。ま、面白かったけどちょっと趣味が小学生じゃなかったよね。ふん、渋かっただろう。葉月さんだって楽しそうだったしさ。そうだ水木、葉月さんの退院祝いにゲームして遊ぼうぜ。え、どうしたんだ。うん、こんな状況なのに遊んでていいのかなって思ってさ。息抜きも大切だからな。これだから朝日は、ま、ちょっとした気分転換にはなるかな。それにきっと姉さんも喜ぶよ。それじゃ早速買いに行こうぜ。せっかくだしすりごっこのゲームがいいな。もうあれは一人専用でしょ。4人用の大混乱ボコボコシスターズにしようよ。へー、別にいいけどさ、ボコシスって葉月さんめっちゃ強かったじゃん。はあ、なかった。もうそんなに肩落とさないでよ。いつかきっと見つかるから。いや、俺は諦めないぞ。こうなったら裏通りのスーパープテトだ。
あのゲーム置いてあるといいね。きっとここならあるはず。前に売ってるのを見かけたからな。なかった。さっき売り切れたなんて嘘だろ。まあまあ元気出して。つかみずき、お前なんか買ってなかったか。うん、つい懐かしくなっちゃってね。ほら、パネルをシュッシュするゲーム。おお、懐かしいな。結構難しい記憶があったけど。朝日はいつも途中で投げ出してたっけ。それでいつも僕が代わりにクリアしてたんだよ。ああ、思い出した。てか、いつも向きになってたのは水木じゃん。え？そうだっけ？一度始めたらクリアするまで絶対に諦めなかったろ。今思えばあの頃から頑固だったんだな。俺たちが喧嘩した時だっていつも葉月さんが仲裁に入ってくれてたぞ。覚えてないかな。あ、忘れたふりしたろ。たく、そういうところは大人になりやがって。だけど今日の僕たちは子供だよ。ほら、次のお店探しに行こうよ。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。仲良しそうなお二人さんじゃないですか。あ、葉月さん。こんなところで一体どうしたの？それは葉月さんの退院祝いに昔みたいに3人でゲームしたいなって思って。退院祝いか。姉さん、なんだかね、しんみりしちゃった。どうして？だってあの朝日くんの口から退院祝いだなんて言葉が聞けたんだもん。それどういう意味かな？そのまんまの意味だよ。朝日くんも水木も大人になったんだなって。私のこと気遣ってくれるんだもん。そりゃお姉さん嬉しくもなっちゃうよ。水木。そうだ朝日くん、何のゲームでお祝いするつもりだったのかな？昔3人で遊んでた大混乱ボコボコシスターズです。おお、びっくり。もしかして覚えてました？ううん、そうじゃないの。だって私さっきそのゲーム買ったんだもん。たまたま立ち寄ったお店でね、売ってたんだ。もしかしてそれって、裏通りのお店だよ。なんだかね、急に懐かしくなっちゃって。なんだ、犯人は葉月さんだったのか。犯人って？ああ、こっちの話です。だけど買ったのが葉月さんでよかった。一緒に遊びましょう、葉月さん。それはできないかな。え、どうして？全部が終わった時、その時にはこのゲームで遊んであげてほしいかな。姉さん。あれ、この着信音って、おい、みずき。ああ、ごめん。うん、僕の携帯だよね。どうせ姉さんだろうけど。ああ、やっぱりそうだ。たく、姉さんだな。葉月さん、なんだって？かわいい私の弟よ。今すぐお姉ちゃんに以下のものを献上せよ。だってさ、もう僕にお使いを頼むつもりみたい。仲良しだな。で、何を欲しがっているんだ？ジュース、ポテチ、ケバブ、漫画、ゲーム。って、まるで朝日みたいだよ。そっか、なるほど。葉月さん、今は俺と同じニートか。仲間を見つけたとか思ってるんでしょう。ああ、その通りだ。間違ってないけどさ。もう父さんや母さんがいたら絶対に怒られてるよ。水木の親御さん、こっちに来てないのか？
それは…瑞希、僕も二十歳だし、姉さんのことは任せてもらってるんだ。それに、退院したてって言っても、見ての通り、あんなに元気だしさ。そうだよな、ケバブ食べたがるなんて。それじゃあ、ちょっと付き合ってもらってもいいかな。姉さんのわがまま、聞いてあげないと。ああ、もちろん。とりあえず、中央通りの本気法廷でも行くか。それじゃあ、ちょっと買ってくるね。すぐ戻ってくるから、待っててよ。あ、瑞希。はぁ、お待たせ。おぉ、なかなかに買い込んだな。まったく、退院したばっかりなのに、こんなものばかり食べてたら、体に悪影響だよ。だけど、全部買ってあげたんだな。姉さんの、わがままだからね。あれ、またメールみたい。もうまた姉さんだよ。なんだか気が変わったんだって。気が変わった？親愛なる弟よ。やはり麻雀目視録カゴメではなく国士無双の虎だ。だってさ、これ姉さんが好きな漫画ね。なんか意外だな。ギャンブルは漫画の中だけで我慢してくれるといいけど、それにしても僕の周りには自分で漫画も買えない人間が多すぎるよ。いや、俺は自分で買えるから。それだったらこれからは自分で早売りを買いに行くのかな。そこは頼む。ま、そうだよね。それじゃあ買いに行こうぜ。ここからならアニマートが近いな。何を買うち？足りないの？これか。それじゃあ買いに行こうか。朝日、お待たせ。ごめん、また姉さんだ。ちょっと待ってね。今度は何だって？親愛なる弟よ、ヨーグルトソースで頼むぞよ。ああ、ケバブの話か。さあ、これでお使いは最後だ。朝日、もうちょっとだけ付き合ってね。だったら裏通りのヌタケバブだな。トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。ケバブ安いよ、美味しいよ。ヨーグルトソースください。あと朝日は？じゃあ俺も同じので。うわ、うまそう。やっぱり秋葉はケバブだよな。量も多いし、美味しいよね。だけど本当に大丈夫なのか。和月さん、病み上がりでこんなに量食って。うん、大丈夫。結局全部のわがまま聞いてあげたんだな。それじゃ、葉月さんに届けてあげようぜ。こうしてあげられるのも今だけかもしれないから、ね。ここ懐かしいな。え、どうして？もう忘れちゃったの？14時に中央通りのホスマップ本店の横。はっ！僕が妄想に目覚めるまで毎日毎日待ちぼうけしてたんだよ。そういえば瑞希っていつ妄想に気づいたんだ？きっとリュウちゃんの妄想が壊れた時じゃないかな。この場所からね、見てたんだよ。朝日と咲ちゃんとリュウちゃんが一緒にいるのを。ってことはつまり、うん、朝日のせいだよ。
僕を着信拒否して楽しそうにしてるんだもん。ごめんもういいよ。だっておかげで自警団のみんなに出会えたんだから。だからその時が自警団が生まれた瞬間だったんじゃないかな。そして電話、誰からだ。知らない番号だ。はい、もしもし。はい、相原葉月は僕の姉です。はい、そうです。本当ですか。わかりました。はい、はい。葉月さんに何かあったのか。姉さんが倒れた。それで病院に搬送されたみたい。え、大丈夫なのか。たく、もう姉さんってば。最後までわがままなんだから。わがまま。朝日、ついてきてもらえるかな。ちょっとだけ行きたい場所ができたんだ。妄想球一丁入っとくっち。どうしてここなんだ。病院に行かなくてもいいのか。うん、大丈夫。今は寝てるみたいだから。だからってどうしてここに。まさか妄想が復活したから。ううん、そうじゃないんだ。瑞希、行こう。朝日、姉さんが夢を見ている間に。妄想球に入るっち。おいらは留守番で。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。なあ、あそこにいるのって。ああ、思ってたより早かったじゃない。どうして葉月さんが。なんででしょう。ねえ、僕を姉さんの病室に行かせてどうするつもりだったの。あ、だからこんなに早かったのか。さすが愛しの弟だぞ。なあ、何の話をしてるんだ。さっきの電話は姉さんだったんだよね。まさか気づかないとでも思った。気づいても気づかなくてもどっちでもよかったのかもしれないかな。どうして。だってもう気づいてるんだよね。私が偽物だってことに。うん、気づいてた。だけど信じたくはなかったよ。おい、どういうことなんだよ。僕が病室に行けばそこには入院中の姉さんがいるんだよ。そしてそこで僕は確信するだろう。元気な姉さんは妄想なんだって。葉月さんが妄想。なんだかそうみたい。姉さんはいつから気づいてたの。結構前からかな。どうして。だって自分の病室に戻ったらさ、そこにはね、もう一人の自分がいたんだもん。もう一人の私はね、病室の窓辺から秋葉原をずっと見つめていたの。最初はね、意味がわからなかったよ。だけど寂しそうな私を見て気がついたんだ。ああ、きっと私は夢を見ているんだって。まさかそれが妄想だとは思わなかったけどね。だから私は考えたの。もう一人の私はなんで秋葉原を見つめているのかって。その答えを知るために秋葉原の街に出た。そこには瑞希と朝日くんがいた。私はこの街であの頃みたいに瑞希と朝日くんと遊びたかった。きっとそれがもう一人の私の願いなんだって。それじゃあ葉月さんはもう一人の葉月さんが生んだ妄想なの。
うん、違うよ、朝日。え？姉さんを産んだのはこの僕なんだよね、姉さん。やっぱりそこまで気づいていたんだね。どうして瑞希が？僕はずっとあの頃に戻りたかったんだ。無邪気で笑い合ってたあの頃に。だから僕は姉さんを求めたんだ。うん、そうだと思う。だから私は二人を仲直りさせたかった。ううん、させなきゃいけないと思ってた。それこそが私の生まれた理由なんだって。そうすればまた三人で遊べるから。だからね、これはもう一人の私の願いでもあるの。だけどもう私は必要ないよね。どうして？だって二人はもうあの頃の無邪気な二人に戻れたんだから。姉さん、もうシャキッとしなさい。私の愛する弟なんだから。それじゃ張り切って妄想を壊そっか。だけどそんなことしたら。だってまだ見たことないんだよ、二人が肩を並べて戦ってるところ。お姉さん見てみたいな。もう何それ。姉さんは最後まで姉さんなんだね。うん、もちろん。だってせっかく元気な体を手に入れたんだよ。なのにしょんぼりしてたらさ、もう一人の私に顔向けできないじゃない。ほらほら、二人とも張り切ってファイト。やっぱり葉月さんは素敵なお姉さんだな。うん、僕の自慢の姉さんだよ。それじゃあ準備はいい？ああ、もちろん。それじゃあ姉さん、しっかりと見届けてね。当たり前じゃない、特等席で見させてもらうからね。敵は一体、余裕百尺に。しとけよ。ミズキ任せて。オラオラ攻めるっち。なんだか照れるな。僕の姉さんに照れないでもらえるかな。別にいいじゃんか。わお、モテモテだね、私ってば。あれれ、どうして私消えないんだろう。きっと終わらない今日が続く限り妄想が消えることはないんじゃないかな。だけど終わらない今日が終わったら、その時が本当のお別れの時ってことだね。ああ。どうするかはもう決めているんだよね。だったら自分を信じてあげて。そして全部が終わったその時は。その時は？この前の話覚えてるかな？ゲームの話ですよね。うん、そうだよ。懐かしのゲームで
私と遊んであげてほしいかな。それはちょっと約束できないかな。あ、どうして？遊んであげてじゃないでしょ。だって姉さんも姉さんに変わりないんだから。そっか、ありがとう。うんうん、そうだよね。全部が終わった時、その時にはまた昔みたいにみんなで一緒に遊ぼう。